第19話、今日は誕生日らしいな、ヘキル。ハッピーバースデートゥーヘキルさん、ハッピーバースデートゥーヘキルさん、ハッピーバースデーディアヘキルさん、ハッピーバースデートゥーヘキルさん。ヘキルさん、お誕生日おめでとうございます。あー、ありがとう。まさか投稿日にね、誕生日が来るなんて。実にめでたい。すごいね、ブレイン、ちゃんと考えてるね。そうなんです。まあ、これはですね、番組を挙げて何かプレゼントをご用意しなければいけないなと思っております。え、何かくれるの？この番組でヘキルさんにあげるとしたら、まあ、これしかないですよね。最後のパーツをプレゼントします。え？はぁ、あ、ちょ、待って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 、そんな簡単にもらっていいものなの？だって最後のパーツでしょ。もらったらこの番組どうなっちゃうのよ。まあ今日が最終回になりますね、突然ですけど。唐突すぎるよ。それに私まだやっていたいの、この VTuber。 そうですか、それは大変失礼いたしました。まあまあそうですよね。じゃあ代わりといってはなんですが、こちらをプレゼントさせてください。パーツがプリントされたマシュマロセットです。ちょっと待って、何これ、怖い怖いよ。何、顔が描かれてるし、これ軽くミステリーだよ。もうパーツがいっぱい入ってるマシュマロとか怖くて食べられないよ。ガブッと食べていただいてね。まあせっかく用意してくれたプレゼントだからありがたく受け取っておくけど、飾っとくよ。ありがとう、ブレイン。とんでもないです、いつもお世話になってますんで。世界転生したらしいな、ヘキル。それでは今回ですね、ヘキルさんの誕生日ですので、こんなことをやろうと思っています。ヘキルの人生を振り返ろう、ヘキル年表。今回ですね、事前に、ヘキルさんの幼少期、今に至るまでの年表を作っていただきました。その年表をもとにいろいろとこれまでのお話をお伺いできればと思っています。年表って言ってもかなりうろ覚えだからざっくりしてるよね。そうですね。ではその年表オープンします。こちらです。にゃんにゃん。はい、なんですかね、この表は。波乱万丈度が 0%、50%、100% とあって、誕生からという表になってますね。波乱万丈度高めですね。高めですよね。0100で常に生きているのかなっていう。これ見ていくと、幼少期の頃にもすでにこの上に行ったり下に行ったり、こう波乱万丈があったという感じでスタートしてますね。これはある意味事件ですよ。事件。なるほど、事件が起きてしまったんですね、ここで。例えば2歳の時に、これ、ま、もう赤ちゃんでハイハイしていろいろ動ける時期ですよね。あ、はいはいはい。そうするといろいろなところから物を引っ張り出して棚とか全部開けちゃうわけですよ。あー、なるほど。右手にカミソリ、左手は自分の手があって、そこにカミソリを置いて思いっきり引くみたいな血まみれ大事件っていうのがありましたね。なるほど、それがもう2歳の頃に、はい、それだけじゃないんですよ。はい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 。やっぱり同じ2歳は活発ですね。ある日母が帰ってくると、なんとベランダからダイブしようとしている赤ちゃんが、まさにそれがヘキルだったのです。それがもう2歳の頃に空を飛ぼうと思ってたんでしょうかね。波乱万丈度的には、まあ、まだこう2歳のうちはこう 50% ぐらいまで行ったり来たりみたいな。あれ、急に5歳、6歳で 70%、80% 超えの波乱万丈なことが起きたってことですかね。そうですね。まず5歳の時は、なんかお友達の家に遊びに行った時に、はい、追いかけっこして遊んでたんですよ。はい、そしたら足に衝撃が走って、足の裏バッて見たら、画鋲がいくつも突き刺さってたんです。そうですね、なんかね、階段のところに巻き菱みたいに置いてあって。忍者屋敷だったんだね、お友達の家で。すごい衝撃的でしたね。足は割となんか蜂に刺されたりとか、痛い系が結構多かったかもしれない。蜂で思い出したんですけど、自分も6歳とか7歳ぐらいの時に、朝学校行った時に靴下履いたんですよ。そしたら中にブンブン来たんですよ。やだ、最悪じゃないですか。怖すぎる。どうしてそこに入ったの？なんか外に干した時、多分蜂が入ってて、
それをそのまま入って防ぎようなくないの、もうそこに蜂がいたら、うん、わかんない、それでも刺されたら、いや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 、え、怖い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 、怖いっすよね。腫れたでしょ、すっごい腫れるよね。でもなんか結構僕蜂に刺されることが小さい頃から多くて、なんかあとゴミ箱、公園のゴミ箱に顔を近づけたら中から蜂が出て刺されたとか、いや結構刺されてる。え、そんなにミツバチ系？何が蜂だったんですかね。蜂ってこう体に止まったらなんか動くと刺されるみたいな、だから静かにしてた方がいいとか言うとか、うんうん、そうだね、うん、静かに してるって刺されるんですダメだねダメなんですよね。それよりもさらにこの10歳ぐらいですかね、うん、こう波乱万丈の出来ない 100% 超えをしてるグラフ的にあるんですけども、うん、これは何でしょうね。当時キッテン翼がもう大好きで大好きで毎週見てたんですよ。はいはいはい。でもキッテン翼毎週絶対見るのが私の、まあ、ルーティンで、でもある日その曜日に田舎の方に行かなきゃいけなくなっちゃったんですよ。その日にもう私絶対キッテン翼見たいから7時までに帰れるよねって言ったら、うん大丈夫だよ絶対見れるよなんて来たわけ、はい、けど7時を過ぎても過ぎても高速降りてないんですよ。あー混んじゃってたんですかね。そうそうそう、もうそこで私は大暴れですね。やだーわー見たいんだー翼くん見たいーうわー返せー戻せーみたいな、もう大暴れです、はい、大泣きの大暴れです。あ、それぐらい人気の番組をみんなも見てたってことですよね、当時ね。そう、もう絶対見逃したくないぐらい大好きだから。だって私小学生の卒業文集に将来は大翼くんと結婚するって書いてあったんです。すごいですね、そんなに好きだったんですね。大好き、そんな小学生でした。いやいや、ね、すごくいい話ですね。ちなみに一番下がってる年表がこう一番最後にあるんですけど、これは何が起きたんでしょうか。18か19の時だったと思うんですけれども、まだ本当に養成所に入って駆け出しでバイトとかをずっとしてたんですね。でその時に高級中華料理店にバイトをして入っていて、ウェイトレスとして、うんうんうん、そこが割とこう高めの料理を出すところだったんですよ。はいはいはい、はい、でお客さんがある日1枚フカヒレの姿煮っていうのは8000円ぐらいするような一皿頼まれたんです、はい、でそれをお客さんの前に持ってった時に思いっきりひっくり返しちゃって滑っちゃった。で手元がそう、お盆からつるっと、あら、もう私の中では8000円が飛んできました。あーあーってすごいテンパってしまって次に運ぶ、じゃあこれ運んでって言われた五目焼きそばっていうのがあったんですけども、はい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 、それもうひっくり返しちゃって動揺しすぎて2回連続で、後でね、シエナさん今日帰っていいよって言われました。それなんかその言い方にもよりますよね。いやもう帰っていいよっていうの、うん、今日もう帰っていいよってその感じが逆に怖い。すみませんって言って私多分今日1万円ぐらいお店に損害を出してますよねっていう。ここもテンションだだ下がりです。はい、だだ下がりましたもん。そこから一点こう最後年表的にはググンと 100% に上がってるところがあるんですけど、これは最後 、はい、どういうことだったんでしょうか。もう20歳の時にはあのデビューが決まってここが一番こうドーンと、あのこれもちょうどバイトをしてる時に同じ時期ぐらいね。そうです、同じ時期ぐらいに新宿の丸の内線の地下道があるんですよ、はいはい、そこを歩いてた時に目の前からサラリーマンの格好した弁護士さんみたいな感じの雰囲気の人が目の前から歩いてきたんです、男の人が、はいはいはい、本当にちょっと体一つ二つすれ違った時にその人が振り返って私を呼び止めたんですよ。あなたっていうわけです。あなた大きな運命を持ってますねって言うんです。おう、なんかスピリチュアル、なんかちょっとその時は本当によく分からなかったんですけど、あなたの額に金色の光る玉が見えてるんですけれども、どうしてあなたはそんなにお若いのにそれを持ってるんですかって聞かれたんです。え、
なんか急にそんなこと言われて怖いですって不思議な経験ですね。いやもう、そうそう、何か勧誘されるんだ私って思って、なんかキョトンってずっとしてたんですけども、これからあなたはなんか大きな、運命を持ってますけれども、あの注意点もあるので、それは聞かれますか、教えた方がいいですかって言われたんです。なんか見えてるわけですね、もうすでにその方に。なんかわからないけど、そう言われて、でも怖かったから壺とか売られちゃったらどうしよう。そうですよね、いやいや、どうなるかわかんないですね。なんか変な金の延べ棒とか買わされたらどうしようとか。怖さしかなかったから、疑いと。はいはい。はいはい、だから、いえ、私は自分で自分の人生を決めたいと思いますって言って断ったんです。はい、いいですね、その時に。そしたら、まあ、その人は すみませんでしたって言って、その人はそのままもう特に何かどうこう手相を見せてくださいとかそういうこともなく、まあ、何事もなくなんか立ち去ったんですよ。何だったんですかね。そう、でも何だったんだろう。でもキャトーンみたいに。でも結局その後にオーディションに立て続けに受かって、あのマジックナイトレアースの主役もそうですし、はい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 、割と その後に全部こうヒロイン系も受かったりしているので、謎リーマン、謎リーマンね、謎リーマン、これを見ててくれたらいいんですけどね。全体ここまで話してきましたけど、この年表一通り一回こう整理というか書いてみて、デキルさんどうでしたか。いや、まだまだいっぱい出てきますけど、言えないこともたくさんあるんじゃないかな。だってまだ20歳ぐらいまでしか行ってないでしょ、まだ。そうですよね、確かに、まだ全然序盤ですよね。そうで、この間にまだもっといっぱいありますから。そうですよね。ヘッキルさんのいろんなことをですね、知れるいい機会だったと思います。改めてですが、誕生日、本当にヘッキルさんおめでとうございます。ありがとうございます。ブレイも私の誕生日お祝いしてくれてありがとうね。はい、はい、というわけで今回のお話はここまで。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。せーの、ヘッキヘッキラブラブヘッキラブラ。もう次は合わせてですね。ありふれた恋なのに諦められないのは一体なぜ。この思いを風に乗せて。次回、異世界転生したらしいなヘキル第20話、ご期待ください。フライアウェイ。この番組はグッドボタンとチャンネル登録をお待ちしております。